とい,いです。書評です。顔のない独裁者榊蓮さんの小説です。えー、榊蓮さんの小説なんですけれども。えっ、ー、と三橋貴明さんが企画して、えー、協力している。監修している。そういう経済小説です。せ、えー、去年の。 えっと11月に出版された新刊なんですけれども私はあんまりの新刊は高いのでなるべく買わないようにしてるんですけども古本になったら安く買うんですけれども、えー、この本に関しては本屋で見つけてちらっと読んだら、えー、世界統一政府はこうやってできるのではないかというような感じを受けたので。 えーえーえー、しばらくたってまだ欲しかったので、えー、買ってみました買って読みました、えー、結論から言うとですね榊蓮さんは、えー「ギリシャから来たソフィアの」のという小説も、えー、読んだんですけれどもやっぱりこの小説もちょっと終わりがな,なんだかなというような終わり方だったので、えー、あんまり評価はよくないですでも、えー、自由主義経済というのが 暴走した時にどうなるのかということがよく分かってそれから、えー、日本とアメリカの同盟関係がどういう性格のものなのかというようなこともあってあそれは最初のところだけですけれども、えー、榊蓮さんの小説を通して三橋孝明さんが言いたいことがここに凝縮されているように思いましたそういう意味ではとても面白かったです、えー、ストーリーはですね、えー、に日本という国が すすでに亡くなくっている状態からスタートしますどういう状態かというと、えー、ダイジェスト版のようにその、えー、ざっくりとした歴史の流れを最初の方に、えー、最初の4分の1ぐらいを使って説明してるんですけども、えー、日本と中国が尖閣問題で戦争になったところ、えー、安保条約に書いてある規定の通りにアメリカはそれは自国の利益にならないとして えー、アメリカは介入しないという発表をしてしまいそうこをしている間に、えー、北朝鮮が駿河湾に核ミサイルを発射してそこで爆発して日本人がフリーズしてしまって <laughs> 戦争が平和裏に終結してここら辺ここら辺というかあの、えー、極東地域は中国を中心とした、えー、大エイジア地方,地方として。えー 日本という国がなくなってしまってそのレジスタンス運動があってレジスタンス運動が日本という国を回復しましたというところからこの物語はスタートしてますその最初のところはものすごく面白いと思ったんですけども最後に行くにあたりその顔のない独裁者というのが要するに世界統一政府のような、えー、企業の 国際企業体なんですけれどもそういうのが、えー、に日本の、えー、一見独,独裁者と見えるような、えー、主人、えー、また別の独裁者を、えー、倒す倒すというか、えー、そ,それによって日本という国がまた戦乱になって、えー、指導者が変わるというような成り行きなんですけれども最初の方の盛り上がりが、えー、私は面白いと思いました。終わり方は どうも、えー、この榊蓮さんの手腕なのか性格なのかどうも今回もすっきりしないので、えー、あまり小説としてはどうかなというような形でしたけれども経済的なその、えー、新自由主義例えばサービス業が全部、えー、入札によって決められて水道上下水道とか電気とか全部、えー、公共事業までも 入札で決められて安いコストが低いところに決まらな決めなければならないと。ただ価格だけで決め入札して決定せよというような法律が決まっているので、経験とかインフラとか信用度とかます全く考慮せずにただコストが低いところがに入札を勝ち取ることができるとその結果コストが低いので。 インフラもあまり整備されずに、えー、停電がよく起きると公共事業も例えば警察や軍事なんかも民間に委ねられてコスト削減で、えー、警察の及ばない地方をわざと設定してそうやって企業がコスト削減するというようなとんでもない事態が発生して、えー、それから、えー、同州制が敷かれているので。 この時代にはそういう状態なのである州で災害が起こった時に他の州は手を助,ける助けの手を伸ばすこともせずにコストがかかるからとかうそういうようなことで自衛隊も動かないとそういうような変な事態になっているとこれはもちろん大げさなことなんですけれどもそういうことがありうるんだなということが分かったり。 外国人労働者の問題が分かったりそういうところでいい本であるなと思いましたでも小説としてすっきり来ないので星は2つにいたしましたこの本じゃなくても新自由主義の話でしたらおそらく三橋貴昭さんの本を読めばいいのかなというような気もしました以上です